当たらないけど競馬が好き。はい、りのりのです。本日8月6日日曜日、ぼっち中央競馬やっていきたいと思います。今日はですね、2本動画撮っていきたいんですけど、 G3 レースが2個あります。で、まずは、15時35分先にある札幌11レースのエルムステークスからやっていきたいと思います。8月に入って、1回大井競馬を平日やりまして、2レースやって4000円負けで、昨日船橋競馬に行って、現地で6レースかけたのと、途中で、リサリサという馬に引かれて新潟を1レース計7レースやって1万2000円負けということで、8月1回も勝ってません。今日は勝ちたいなと思います。はい、ということで早速まずエルムステークスなんですけど、G3 の、ダート右回り1700の全14頭です。で、ですね、これはですね、まあ、パドック見て、過去の前走の記録とパドックを見て決めたんですけど、私が言ったのはですね、3番のペプチドナイル、一番人気ですね。これに単勝で1000円。あと4番のワールドタキオン、現在4番人気です。これに副賞で1000円いっております。トータルで2000円いってます。ちょっと負けすぎて、若干ビビりまして、初心に戻ろうと思って、この金額になっております。ちょっと5000円とかいってないです。で、まあ、あと5番のオーソリティ、まあ、あと今回の、14頭出てた中で私が知ってた馬がオーソリティしかいなくて、あれなんですね、去年の宝塚記念が発送除外になって、それから、1年ちょっと空いてるんですね。空いて発送と久々のレースということで、まあ、知ってる馬にかけようかなと思ったんですけど、まあ、パドック見た感じは3番のペプチドナイルと4番のワールドタキオンの方がいいのか、まあ、あともう1個言うと3番人気の11番大成サムソンも良かったので、まあ、そこと比べるとどうなのかな。でも今まで走ってたレース、ね、過去のレースを見ると明らかに実績もあるし、まあ、G1 も走ってるのでめちゃくちゃ先輩だなっていうのはあったんですけど、ちょっと今回他の馬に行きました。で、ワールドタキオンがすごいんですね。 JRA から今年転入してきて3連勝してるんですね。で、そこも来るかなと思ったんですけど、まあ、もうなんか特に理由はないんですけど、感覚で3番のペプチドナイルの方に行きました。でもワールドタキオンもまあ3着以内には入るのかなっていうので、まあ副賞でもそんなに、今単勝で倍オッズが 8.0 倍なので、負傷にしてもそんなにはつかないかなと思うんですけど、あまりにもいかんせん負けすぎてるので、ちょっとばかり勝ち運をつけたいなと思ってこちらの2頭に行っております。ということでレースがどうなるのか見ていきたいと思います。夏競馬私は全く先月も当たらなかったんでね、荒れるのかな、あ、スタート荒れるのかなとも思ってるんですけど、あ、3番4番は出だしはいいですね。4がちょっと先に行ってる。11が、11どこだ、いいですね。あ、いいところに行っている。ちょっとあれですね。まあそんなに言うても離れてないけど、ちょっともう差がついてるっちゃ差がついてるよ、うな。あ、11番が行ってる。大成サムソンが頭に来てますね。11、3、4。11、4、13かなと来てますね。あ、これはいいんじゃないですか。まあ、5番のオーソリティもやっぱいいとこいるな。真ん中のね、ちょうどいいところにおりますね。1700なんでね、もうやがて1分、今55秒なんで、もうやがてかなと思うんですけど、11、4、13、あ、そう、
3がちょっと後ろに下がってきてるのか、この内枠から入ってこれるのかなっていうところはありますが、11いってますね。4いくかな、もしかしていいところにおるな。3ダメだ、上がってこれる、これ。4だ、4が抜かれなければいい。4が抜かれ、あ、6が来た、石風。あ、そう、6、4、あー、石風って確か竹さんが乗ってる馬じゃなかったかな。竹さんや乗るんだって思ったんだよね。あ、そう、はあ、まさかの3が来なかった。うわあ、何が起こるか分かんないもんですね、やっぱり。しかも6スタートの時結構後ろの方に多分いたんですよね。最後めちゃくちゃ追い上げて。ああ、そうなんだ。おお、なんか全部で14といて、あ、竹さん乗るんだと思って、こう存在を気にしてただけに全く着眼してなかったところがちょっと悔しいですね。でも4副賞でかけてたんで当たりました、イエイ。ちょっと、もともとワールドタキオンが 8.0 倍とかなんで、ちょっとどれぐらい副賞がつくかわかんないんですけど、今2000円かけてるんで、ガミってなければいいなと思います。いいなと思います。なんでちょっと結果出るまで待ちたいと思います。はい、ということでエルムステークス確定しました。私がかけた4のワールドタキオン、4番人気は2着でした。で、副賞で320円なので、1000円かけてたので3200円の払い戻しで、1200円勝ち、ちょい勝ちだけど勝ちは勝ち。ということで勝ちました。すごい、石風6番人気で、これはタケタケコンビだったんですね。単勝が1230円、3着に来てた8番のロッシュローブが10番人気だったので、こちら副賞で540円ついてて、3連単だと20万ついてます。マジで夢がある、夢があるな。ちょっとね、4番人気が2着以内に来て勝ちは勝ちだけど、この6番人気とかね、石風とかロッシュローブはいいなって思う目を光らせていきたいなと思います。はい、ということでまずは、8月6日の中央競馬 G3 札幌10時レースエルムステークス勝ちました。もう一本、多分明日かな、明日が名前ど忘れした。ステークスだからね、明日がレパードだ。明日の動画がレパードステークスをあげると思うので、ぜひ明日も見てください。ということで、ここまでありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。